今日は週末の忙しい時間帯にたくさんの方がお越しいただきまして誠にありがとうございます。来賓の皆様方もありがとうございます。圭三先生もおっしゃってましたけど、こうお願いをするっていうのが政治家当たり前になってますけど、本来は対等なはずで、約束ができる人間でなければお願いも当然できません。僕はとことん自分でやってきたことしかできないと思ってます。そのやってきたことをとことんやっていきたい。そして自分に足りない部分は4年間足りない部分補ってもらってきました。これからも皆さんと足りない部分の足りない部分は皆さんの意見を意見の代弁者として、足りないピースは皆さんの力を借りて埋めていきたいと思っています。今回の選挙戦、青1から20名出ます。17人が当選します。あ、なんだ3人かと思う方もいるかと思います。その3人の中の17人に入るのがとっても大変です。定数が2減って、今回出る方たち、現職の方、化け物みたいに強いです。町内会動員して割り振りこれねと、その人のこと応援してないんですよ。ある町内会の方は子ども会の役員やってるからって言って事務所に詰めなきゃいけないんです。ある町内の会長やってる人もその人応援したくないのに事務所に詰めなきゃいけないんです。これが今まで当たり前にやってきた政治なんです。政治ってそうじゃないじゃないですか。隠したい、そういう思いがあって初めて応援しようっていう気になってもらえるわけで、この人が応援してるから私もやろうっていうのももちろんあるでしょう。こういった昔のやり方全部が悪いって僕は言うわけじゃないです。人と人とのつながり、メールや今パソコンなんかも普及して言葉を交わさなくても思いを通じることもできるでしょう。でも人ってあってなんぼです。自分の思いをどうやって話して言ってなんぼだと思うんです。僕はそれを生活困窮者支援のポプロで本当に強く感じました。腹割って喋ると、この人がこれだけ応援してくれてるから頑張ろう、そういう風になるわけです。仕事が私の支援応援してる支援者さんの中で、あの生活困窮者の方で仕事を始めて朝早く起きれないと言ってたんですけど、まあ、僕に怒られるのが怖いのか、僕との付き合いがあるのか、ちゃんと起きて来るわけです。仕事もあんまり続かなかった人が続くわけです。これってやっぱり人の力だと思うんです。僕が4年間諦めずに誰かの役に立ちたい、返していきたい社会に、そう思ったのは皆さんが4年間助けてくれたからなんです。今日も来てくれてる例えば誠君、僕が落ちた時に次の日僕の家来たんですね。5時ぐらいに何も言わずに2時間ぐらい、もともとあんまり面白いこと言うやつじゃないですけど、2時間ぐらいずっと特に言葉もなくいてくれました。さっき友人代表で喋ってくれた仙台君、3日後には2年後に補選があるかもしれないから2年後と4年後を見据えてという仙台会議をしようって言って2人でやったり、本当に多くの方に支えられました。ポポロを立ち上げる時も理事になってくれる仲間だったり、番町市民活動センターで勤めた時も、今日も来てくださっていますけど NPO の関係の方、いろんな NPO があるってことも僕に教えてくれました。そしてその中で僕はもともと自分の持ってたイメージを固定概念をたくさんの人と話すことで変えさせてくれました。僕も気持ちだけじゃなくて実際にちゃんと政策を語れる人間でなければいけないと思ってますし、当然その政策を皆さんにお伝えしなきゃいけないと思ってます。私がやりたいことはもう本当に一つです。ちょっと嘘つきました。いっぱいあるんですけど、一番重点的にやりたいのは、頑張ろうと思ってる人がもう一回頑張ろうと思ってる人が頑張れる、立ち上がることのできる社会を作ることです。
事務所開きでも話をさせてもらったんですが、ありとギリギリス、この話知ってる方たくさんいるかと思います。僕結構普通の時も喋ってるので、もう何回も聞き飽きたという人もいるかと思います。この話は夏にアリがせっせと働いて、キリギリスは遊びほうけて、冬になって食べ物がなくなって、アリは頑張ったからその貯めてたものを食べる、キリギリスは貯蓄、まあた遊んでたから食べ物がない、アリのとこに行って助けてくれよとキリギリス言うわけです。そしたらこれヨーロッパと日本で結末違うんですね。ヨーロッパだと君が頑張らないから悪いじゃん、自己責任じゃないかと言ってキリギリスを見捨てちゃうんです。その結果死んじゃうんですね。じゃあ日本の話はどうですか。君が頑張らなかったから悪いんだよってことは言いながらもチャンスをくれるんです、アリが。じゃあ僕のを食べなって。でキリギリスは気づくわけです。ああ僕も頑張んなきゃなと。アリさんが寄り添うことでキリギリスは立ち上がるわけです。きっとこの話は続きがあったとしたら、次の年の夏はキリギリスがアリと一緒になって頑張ってるんでしょうね。僕はこういう社会を作りたい。生活保護費、宮沢君も言ってましたけど、宮沢議員も言ってましたけど、4年間で本当に増えました。来年度は140億です。じゃあ具体的に静岡市政、抜本的に新しく何やるか、皆さん知ってますか。これネットで調べれば出てきますけど、生活保護世帯を雇うと企業に5万毎月入るっていうのをドヤ顔で新しい政策ですって言ってるんです。これ今までやってた障害者の人を雇うと企業にお金来ますよって言ってるのを、ただ生活保護世帯って言ってるだけなんです。これは新しい政策だって言ってるんです。そして目玉政策その2、清水の役所に生活保護の方を対象としたハローワークを作るんだそうです。ハローワーク目と鼻の先にあるんですよ、清水区役所。お金をばらまくっていうことで解決しようとしてます。でも小沢さんがやってらっしゃる司法書士会でやってらっしゃる活動もそうですが、お金最低限で大きな効率で自立ってできるんですよ。例えば皆さんが貯蓄がなくて仕事クビになったら家賃払えないですよね。食べるもの食べれないですよね。でもそれさえあれば就職活動をすることできるんですよ。安易に生活保護を使わなくてもいいんですよ。でも人間って弱いんで、一人じゃなかなか解決できない。助け合ってこの人いるからっていうことでようやく頑張れるわけです。大学の就活だってそうじゃないですか。大学行ってない方もあるかもしれないんですけど、大学生ってひたすら履歴書書くんですよ、就活にあたって夢に燃えてるから。もうとっても大変なんです。だけどみんなが頑張ってるから私も頑張ろう。これ高校受験もそうですね、中学受験もみんなが頑張ってるから私も頑張ろうなんですよ。支えてくれる人、一緒に頑張ろうよって言ってくれる人がいるから頑張れるんです。僕もさっきも言ったように一人じゃ頑張れなかった、こういうことなんですね。だけど行政ってなかなかそれがわからないのか、そういった寄り添い型の支援っていうのは根付かないです。私は静岡市とフードバンクという B 級食品を まだ食べれる、賞味期限切れてないのに捨てなきゃいけないものを無料で無償で企業からもらって、それを生活に困っている方に渡すという事業をポポロでやってきましたが、静岡市と共同でやったんですね。そしたら年度もうすぐ終わるんですけど、一件も依頼来ないんですよ。じゃあ私のやろうとしているフードバンクって根付かないものなのかなとか、必要がないものなのかなと思ったんですね。でも静岡市以外にはオファーが続出なんですよ。たまたま静岡市の人がお金持ちの人ばっかなんですかね。そうじゃないはずです。やりたくないんですよ。選挙にしたってそうです。選挙広報ね、今日朝電話あったんですよ。選挙広報が今日までに出してくださいよって怒り心頭で言われるわけです。でもちゃんと本見ると告示日までなんですよ。15日までに出せばいいって書いてあるんですよ。分かんないと思って、僕らが頭悪いから分かんないだろうと思ってんです。あいつらって言っちゃったでも今日ですよ、8日までに出してくれって言われて15日までって書いたんですよ。書いてあるのになんで。自分たちの仕事が大変になるからです。じゃあこれもさっきの生活困窮者の話に戻しましょう。お金がない、困った、生活保護なんとか助けてって言って
君どこに住んでんのって言われるんです。牧之原市ですって言うと、いや静岡市じゃないから牧之原に相談しなって言って追い返すんです。若い人が派遣切りにあってお金がなくて助けてくれって行きます。いや君まだ若いから頑張れるよって言ってカロリーメイト渡します。これ実際に静岡市であった話です。皆さん住民票取り行って、いや今日は住民票出せない日なんですよって言って追い返されたりしませんよね。でも生活保護の世界ってそれがまかり通るんです。僕はこの不条理、役所の論理を変えたい。皆さんだってあるはずです。なんで土日に役所やってないのとかね。例えば毎日仕事してたら住民票はともかく片親世帯とかどうやって役所行ったらいいんですか。働いてたら役所ってどうやって書くか、市役所ってどうやって書くかって言ったら市民の役に立つところって書くんですよ。この役所の決まりを変えたい。これは将来の子供たちの子供たちにとっても大きなツケを残します。この今の行政のあり方は、先ほどいろんな方が言いました、子供たちの世代の財布をポケット手突っ込んでお金をばらまく、これもツケです。私のキャッチフレーズっていうのは借金の話だけじゃないんです。子供にツケを回さないというのは原発だってそうです。子供たちに土地を汚して大きなリスクを背負わして、これもツケです。ごめんね、頑張るね。3月頃、4月かな、東静岡に大きな商業施設できます。これも紆余曲折あって区画整理を進めて、思わぬ結果が乏しくない中方向転換した結果です。490億かかりました。皆さん7万ずつ出してます。静岡市に住んでる方、生まれたばっかの今ちょっともう帰りたそうな感じの僕のお話が長いから、ここも7万借金背負わされます。みんな7万背負わされるんです。じゃあこの静岡市全体で借金いくらあるか、6600億、1人当たり90万です。軽自動車買えますね。政治家が何かを作るときに建てますって言うけど、いくら出してくださいって言わないんですよ。そういったさまざまな不条理、これが生活困窮者たちを追いやってる。嘘ばっかりついてるもんで、市民の人もあまり今の現状が正式に理解できない。多分この中の皆さんの中で、私知ってるわよ、隣のあの人は生活保護なのにパチンコ行ってるの私見てるわよっていう方いるでしょ、いると思うんですよ。実際やってるでしょその人。でもね、生活保護を受けてる方の大半はパチンコ行ってません。一部です。私はもう何百人と見てます。生活保護を受けてる方でパチンコが好きな方は結構いるかもしれませんが、もしかしたら行ってる方はごくわずかです。みんな仕事探して探して必死です。今日も僕の友達ですね、もうここまで来ると応援してる方、工場見学行ってるんですよ。生活保護出せば通るんですよその方。でも鈴木さんの約束したから僕は仕事を探すんだと、まあ、食べ物助けてくれないかとは言われますけどね。みんなやる気あるんですよ。でもそのやる気が折れちゃうのは、頑張ろうと思っても立ち上がれない社会の仕組みなんですよ。僕はこの仕組みを変えたいんだ、そう思って選挙に出るんです。誰かがやってくれるんだったら僕が出る人ないわけです。ありがとうございます。じゃあ商店街見てください。子供につけを回さない。僕が駒形通り商店街とか宣言通り商店街とかよく使うんですけど、僕が知ってる頃の商店街と大きく変わってしまった。大きなスーパーができたら確かに便利です。でも政令市になって10年、人口どんどん減ってます。20年後には60万人、10万人減っちゃうって言われてます。人口どんどん減ったらどうなりますかね。大企業は地元の企業じゃないんだからすぐ撤退します。その時に個人商店潰れた後だったらお店も何も残んないわけですよ。その分かりやすい例で言うと、番町学区にシズテストアができあのまああるんであったんですけど、そこが、まあ、魚町だったんですね、もともと魚町があった時に何個か商店潰れちゃったんですよ、やっぱスーパーが強いから。じゃあそこでシズテツに変わった、そのシズテツも一回なくなった、また立つみたいなんですけど、
そしたらね、番町学区の人ってどこに買い物行くかっていうと、若松町のマムか、これ地元の人じゃないと分かんないんだけど、結構距離あるんですよ。もしくは伊勢丹、結構遠いんですよ。このように確かに大きな大規模の店舗ってワクワクするかもしれないけど、ちっちゃい東京いくつも作ってどうするんだというのが僕の思いで、確かに僕も楽しみですよ。僕もセロが確かに学びましたよ。スーツ2000円で買えるから並びましたよ。でもそれ以来行ってないんですよ僕。まあ2000円だったから行ったんですけど、何が言いたいかっていうと、確実に小さい店舗なんていうのは大きな資本が入れば潰れてしまうんですよ。それを生かすか殺すかは僕ら次第なんですね。僕らができる方法はただ一つ、地元の企業をできるだけ選ぶ。これは応援する一番の分かりやすい応援の仕方です。小さい店舗がドキドキ潰れちゃった後だと本当に買い物難民、普通の人も増えると思います。僕が商店街にこだわるのはそれが理由です。個人店舗ってある意味静岡の文化なんですよ。その店舗店舗が作り上げてきた、その人と人との関わりの中から作り上げてきた文化なんですね。それを潰すっていうのは、これ潰れるっていうのは儲からないからまた生活困窮するからなんですよ。やっていけないから。僕のやりたいことの根底っていうのは貧困なんですよね、結局のところ。それを政治家っていうのは皆さんの代表者であるっていう側面と、皆さんにそれを発信する伝えていくっていう重大な役目があると思ってます。僕は皆さんに伝えていきたい。僕の人生をかけて伝えていきたい。政令市になって10年大きく発展すると言われた。どうでしょう、発展した気がする人はそんなにいないんじゃないでしょうか。私は少なくとも発展したとは思いません。発展がいいとすらも思いません。大事なものは昔でも、大事なものは残して、古い制度でも必要なものは残す、必要ないものは変える。僕の好きな言葉である温故知新の意味です。形を変えて今あるベースに発展させることは大歓迎です。丸ごと新しく変えるときも必要でしょう。だけど絶対に変えちゃいけないっていうものは確実にあります。人と人との関わりっていうのは僕は絶対に隠しちゃ、なくしちゃいけないと思ってます。こういうことを根底に市政に挑戦していきたい。みんなの党や維新の会、第三国と言われる風頼みの政党が出てきます。初めて市議選でその政党出てきます。僕は前回無所属で最年少だったから風が吹いたのかもしれません。今回は吹いたら嬉しいなとは思いますけど、吹かないものだと思っています。今回の選挙戦にあたって12万枚のチラシを配りました。つってもまだ11万なんで、あと1万は和田君にとかみんなに配ってもらうんですけど、12万枚もね、選挙戦に配らなくていいんですよ。だって全校渡るには6万あれば多く全部渡るんですよ。有権者に対してもそれぐらい巻きゃ十分なわけですよ。じゃあなんで12万も巻くか、なんで12万も巻くかって言ったら、選挙のためだけじゃないんですよ。僕の仕事は選挙に受かることが僕の目的じゃないんですよ。受かって皆さんに静岡の現状を知ってもらう、そして一緒になってやってもらう、そのために僕12万チラシを作りました。そして受かった後も皆さんに約束できる政治家になりたいと僕は言ってるんで、約束します。必ず全地区で皆さんにどんな活動してるのかを必ず報告できる場を作ります。会える日というんですかね、皆さんが気軽に、あ、今面白いところですよ、はい、気軽にこれできないとか、そういうことですあれできないとかこれできるっていうのを形に変える、したいけどできないをできるに変えたいんですよ。僕の政策の根底はそこです。全てチラシ見ていただければ分かると思います。基本的にはお金をかかることはそんなに書いてません。もちろんね、お金を必要に応じてかけることもあるでしょう。でも僕は
守りたいものがあるんです。変えたいことがあるんです。ぜひチラシを見ていただきたい。そしてそのチラシ見ていただいたら一人でも多くの方に伝えていただきたい。選挙やってて僕一人だけでたくさんの方に会った気で言いますけど、実際は一人じゃ何にもできないです。発送作業でしても今週月火と20何人の方が毎日のように来てもらって、もう事務所8人ぐらいしか入んないんですけど、パンパンで常に朝昼晩と、あまりの狭さにボランティアに来てくれた方が、いや俺ちょっと車で休むわというぐらい部屋に入れない状態でした。まあ狭い事務所借りたからっていうのもあるんですけど、とにかくたくさんの方に関わってもらってます。選挙だけじゃないです。私の政治活動もそうです。皆さんのこれがあったらいいな、これができないかな、それを形に変えるのが僕の仕事だと思ってます。約束します。皆さんのしたいけどできないをできるに変えるお手伝いを僕は政治の世界でやっていきたいと思っております。もう泣いちゃって泣いちゃってしょうがなくて、何を喋ったのかよくわからない状態になりましたが、僕のやりたいことはまさしくそれなんです。ぜひともお力を貸していただきたい。あと、あと1週間、あと1週間で選挙戦始まります。ぜひともお力をお貸しください。ありがとうございました。